タニーズのなりたい私たちサニーズです。アオピです。ルシーです。ピーちゃんです。クイズタマカルシア。涙が晴れて、これから2人にはクイズタマカルシアというタマカルシアに関する問題を出していきたいと思います。いっぱい答えてください。はい、いっぱい答えて。お腹いっぱい。意気込みは勝ちます。モグ。ピーちゃんの勝ちで。はい。ああ。モニ。じゃあ気を取り直してクイズ田中ルシアやっていきたいと思います。第1問。好きなお菓子。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了。じゃあまず P さんから。はい。ハッピーターン。ハッピーターン。はい。じゃあ次、オッピーは？ハッピーターン。正解！これは基礎知識よ。基礎知識なの？基礎知識なんだ。基礎知識よ。全然知らなかったよ。モニ。第2問。ででん。私はパピーに何て呼ばれているでしょう。制限時間は10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了。では P さんから。四女。正確に言うと長女なんだけどね。お兄ちゃんいっぱい3人いるから。そう。あ、そう。田中ルシア4人兄弟で末っ子なんですけど、兄が3人なんで長女なんですよ。そっか。オッピー正解どうぞ。ルー。正解はドゥル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 デン、ルシオ。マミーはねルーって呼んでる。惜しい。パピーだから。あの、そうそう。さっき言ったけど、男兄弟だから、なんかその流れで、ルシオって呼ばれてんの。じゃあ1対1だよ。やばい。次正解したら何ポイント欲しいですか？ 1000。まあ、1あればいいかなと思ってる。じゃあ、1001ポイントあげます。鬼最終問題、デレン。私の好きなアニメ、ワンピースのキャラクターは誰でしょう？ワンピースのキャラクター。ワンピースに出てくるキャラクター。ルシアが好きな。ルシアの好きな。ヒントどんぐらいのヒントがいい？わかる。わかる。じゃあ後半に出てくる。嘘でしょ。後半に出てくる。だいぶ後半に出てくる。違う気がしてきた。関数で言うと59巻で出てくる。わからない。初期しか知らない。じゃあわかった、簡単にしよう。麦わらの一味で一番好きなキャラにしよう。おオッケー。カズーちゃん当たる。カズーちゃん当たるってなんで一回切りだよ。麦わらの一味で一番好きなキャラクターは誰でしょう。制限時間は10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。バーン。じゃあ P さん正解をどうぞ。ロロノアゾロ。え？あ。アオピは？ゾロ。まああの一緒ですね。うん。正解はモンキー・ディ・ルフィーでした。盲点だった。なんで？東大元クラスが。主人公は好きだよ。ちょっと待って。知らないんだけど。ちなみにワンピースで一番好きなキャラは。それ言わないね。言いたい。一応じゃあやる、もう一回。
じゃあ、じゃあ2人が違ったら、より好きな方だったら勝ちね。え、そう。楽しくない？え、ちょっと見ないでよ。ちゃんと違う答え書いてね、じゃあその代わり。いたかな、やばい、やばいよそれ。はい。正解をじゃあ P さんからどうぞ。はい、サボ。サボ。はい、じゃあ青ピは？Z! あ、Z ね。Z 先生ね。好きでしょ？好きだね。好きでしょ？ちなみに、ちなみにっていうか、ね、一番好きなキャラが、サボです。え、初めは出ませんでした？あの人。出てないです。誰？出てないです。私が言ってるサボだ。あ、ちょっと待って。これこれ。これこれって。やった！知ってる知ってる。知ってる知ってる、うん、サボくんが一番好きです。モニということで、ピーちゃんが1002ポイント、はい、アッピーが1ポイントでピーちゃんの勝ち。やった。ルシア王です。ルシア王です。名乗ってってください。ルシア王です。よろしく。どさくん、モニ以上、クイズ田中ルシアでした。またね。